か、サンも、新しい新作、入荷してきましたので、それを今日はご紹介していきたいと思います。 DK、モデルクラシッククワッドフィッシュ、長さ 5.8、横幅20と1分の1、厚みが2と8分の3、金額が、19万8000円税込みになっております。こちらのボードはご覧のようにテールがワイドになっておりまして、水抜けが良くなっています。クワッドになるので、テイクオフの後のフィンの引っかかりがなく、水抜けが良くなるので、スピーディーでとてもスムーズになっているのが特徴です。あと横幅も結構広めに取っているので、板自体のバランスは良く、ノーズの幅も少し取っているので、テイクオフも早くなっています。短い板でクワッドを試したことがない方は、この DK のクワッドはもう本当におすすめなので、ぜひ乗ってみてください。次は、DK の、鮮やかなレッドの、モデルキールフィッシュ、長さが 5.7、横幅が20と2分の1、厚みが、2と8分の3です。金額は、税込みで22万5500円になっています。こちらもテールがワイドなフィッシュになっていまして、水抜けがとても良くなっています。ツインならではのゆっくりとしたターン、クルージングを楽しみたい方におすすめです。次は DK のクワッドロングフィッシュになります。長さは 7.2、横幅は22と4分の1、ちょっと広めになってます。厚みが2と4分の3、税込み26万7300円になっています。こちらもクワッドになっていまして、テイクオフした後の引っかかりがなく、とてもスピーディーな体感ができます。こちらは、横幅と厚みがあるのですが、テールの絞りがあるので、動きがとてもよく、大きなターンや、カットバックなどを練習したい方にはおすすめになってます。またこれからサーフィンを始めてショートボードを頑張っていきたいという方にもおすすめになっています。おひょひょ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 、ヘイディケ、ヘイディケ、ヘイディケディケディケ、ヘイディケ、ヘイディケ、ヘイディケディケディケ、ヘイディケ、ヘイディケ。それでは今日は3本ご紹介してきました。クワッドや、ツイン、なんですけど、まだ乗ったことがない方もいらっしゃると思いますし、乗ったことがある方も、DK の、行動全般的に本当に、乗り心地が滑らかで、スピード感もあるので、ぜひもう皆さんに試していただきたいなって思います。ちょっとこう、この映像だけだかでは分かりにくかったりとかしたら、お店に遊びに来てもらって、手に取って実際に見てもらっても構わないので、ぜひぜひおすすめなので、皆さん見に来てください。今日は DK カフェ